か放送おはようテラちゃん。3月29日火曜日5時になりました。おはようございます、寺島直政です。外はまだ暗いですね。気温は 9.8 度、風が若干あって北寄りの風が 5.4 メートル浜松を吹いてますね。湿度は低めで 42% です。今日の関東、午前中内陸で薄日の差すところがありますが、午後は各地で曇り空となるでしょう。その後次第に雲が厚くなり、夜になるとですね、沿岸部で雨の降るところがあるようです。帰りが遅くなるという方、傘があった方が安心ですね。予想最高気温、昨日より低く、昼間もひんやり感じられるでしょう。体冷やさないようご注意ください。また花粉も多く飛びます。目がかゆいです。どうぞお気をつけになってください。東京地方、今日は曇りのち一時雨、降水確率は午前が 10%、 午後 20%、 夕方6時以降が 50% です。現在霜注意報が埼玉県と栃木県に出ています。さて、おはようテラちゃん、今朝はですね、普段ですとドイツと結びますというふうに言って、ドイツライプツィヒにお住まいの作家の川口満恵美さんですというような感じでご紹介してるんですが、今朝はですね、目の前に川口満恵美さんいらっしゃいます。川口さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もう日本の季節もよくご存知で、桜色のお召し物ですね。はい、今日はそう思ってきました、ね、素晴らしいです。桜の花びらと同じ色の、このですねジャケットと お召しでいらっしゃいますけれども、ドイツで桜っていうのはどうですか、ソメイヨシノですとか。ソメイヨシノだけじゃないんですけれども、だいたいさくらんぼの本当にちゃんとなる桜っていうのがやっぱりこの季節みんな花をつけますし、それからそれだけじゃなくて桃だとか、はい、果実ですよね。それアーモンドがすごくもう桜のように綺麗ですね。はい、同じような花なんですね。そうですね、はい、この前そのアーモンドの花に関しても他の方からお伺いしたら、私最初から実はアーモンドの実がなんかこう花の後につくのかと思ったらそうじゃないないんですね。なんか丸いなんか実の中の種が、そうかもしれません、ね、そこまでよく知らないんですけど。そうですか。でもじゃあドイツですと結構アーモンドの花もそういうなんか花祭りみたいなやってる場所もあります。そうなんですね、はい、さて川口さんの改めてプロフィールご紹介いたします。川口満恵美さん、大阪生まれで日本大学芸術学部音楽学科を卒業され、85年ドイツのシュトゥットガルト国立音楽大学の大学院ピアノ科を修了されて、現在はライプツィヒでお住まいで暮らしてらっしゃるということですね。で、今のこのプロフィールだけをご紹介すると、あ、じゃあピアニストでらっしゃるんだな。もちろんピアニストなんです。ピアニストなんですが、まあ、現在はその作家というこの、お仕事もですね幅広くおやりになっていまして、私今手元に持っているのが SDGs の不都合な真実という、この中で川口さんがお書きになってらっしゃいますし、私がよく紹介させていただくのがワック出版の、無邪気な日本人よ白昼夢から目覚めよというですね、まあ、これも非常に参考になる、本です。で SDGs の不都合な真実の方は、脱炭素が世界を救うの大嘘という、これは宝島社から、発売中の本です。ぜひラジオ機の方も参考にされてください。ところで川口満恵美さん、いつ日本にお戻りでしょう、でした10日ほど前に帰ってきました。はい、はい、そうですか。なんかですね、ロシアによるこのウクライナの侵攻が各国の航空便にも影響を与えているなんて話は聞くんですけども、川口さんの場合いかがでした。いや、これだから、ね、今まで航空会社コロナのせいですごく苦労してたんですけれど、はい、もうガラガラで、はい、もうなんか7人しか乗ってない飛行機とか私この間来ましたけど、だけど今回はまた今度戦争ですから、はい、航空ルート変えなきゃいけなくてまた大変だったみたいで、それで今全然違うルートで今回は飛んできました。ということはそのロシア上空飛べないとか飛ばないことにしたんですね、日本
本もね、はい、日本は本当に影響多いですから、そんなことしなくてもいいんじゃないかと思ったんですけど、ヨーロッパなんてね、そんなことしたって別にそんな困らないですからね、日本はもうあそこ通れなかったらものすごい大回りになりますから。そうですね、いや経済的にももう飛行機会社めんどくさいですし、いやそうですね、帰るだけでもね、燃料費だってかかりますしね。そうですよ、労働時間も長くなるしね。そうですよね、じゃあそれをすぐにこのチケット代に上乗せできるかっていうと できないです。できませんもんね、今まだ付け替えられないし、付け替えるにしたっていつまでどうすればどうなるか分かんないから、なかなか料金設定も難しいと思うんですよね、大変ですよね、はい、私はだから南回りで砂漠のシルクロードのあたり通って、カスピ海からシルクロードのあたり通って、北京ソウル羽田と入りました、ね、あそうでした。やっぱり結構時間もかかりますよね、そしたらね迂回すると。今川口さんのお話の中で7人しか飛行機に乗ってなかった、それは11月に来た時ですね、はいはい、今回はある程度じゃあ今回はねもっとね大変なことがいろいろ起こりまして、なんか空港がストしたりいろんなことがあったもんで、あのお客さんが全部次のところに集まっちゃったもんで、満席でしたね。そうで、ひたしたらだから乗れない人も出たくらいでしょう ね、 ね、あそうなんですか、かもしれません、満席は満席で辛いですよね。すごいです。それでもこれ私、エコノミー取ってたもんで、はい、満席で、真ん中の席のになっちゃった、もうそしてちょっと変えてもらえないかって言って、ちょっとお金払ってもいいからもうちょっとと言ったら、全部満席ですって言われて、じゃあもうそこしかありませんと。そう、だから真ん中の席で来ました。右の人左の人にちょっとね気にしながら、狭いしね。そうですね。あとはですね、このドイツ、先ほどストというお話がありましたけども、3月22日にドイツ全土の空港で、大規模なストライキを呼びかけていたというニュースもあります。このストライキというのは、これは何か労働条件に関するストライキなんですね。空港の管理をしている大きな会社があるんですけれど、あちこちの空港の管理をしている、そこの労働組合がストをしたもんで、だから飛行機会社じゃないんだけれど、致命的なのは手荷物検査のところがあるじゃないですか、セキュリティの、あそこを閉めちゃうから、だからもう全然お客さん通せないんですよね、ですから私の乗ってきて、それの日にぶち当たったんですよ。あらま。それで、まずそこでダメですって言われて、だから乗れなかったんですけれど、飛行機会社の方は私全日空でしたけれど、日本から来た飛行機をまた戻すわけなんだけれど、フランクフルトからは誰も積めないで戻しましたね。だからほとんど積んでないと思いますよ。だからトランジットの人だけ、乗り換えの人はもう入っちゃってるから、はい、中にね、その人は積んで帰れたけど、帰れなんか多分空いてたんじゃないですか、それは。私が乗るはずだった席も、ね、中の7人みたいな感じで、いやそこまでだからどうか分かんないけど、でもいろんなことが起きてるんですね。そうです、今ね、緩和されたからお客さんがあと、それ待ってた、私も待ってたんですけど、それ待ってたお客さんと、あと移動があるから、なんかこの間帰ってくるときも、子供連れ の、 もう本当に移動で日本に帰りますみたいな、赴任なさってた方みたいなのが多かったですね、だからそれもあって、もういろんな条件で満杯になっちゃったんですけど、そうですか、そんな満杯の条件で日本にお戻りになりました。で、日本も、10日前くらいでしたら、まん延防止等重点措置はまだかかってるかかかってないかみたいなところでしたね。ギリギリのところだ、ところでしたよね、はいはい、改めて日本にお戻りになって、少しやっぱりこの以前のこのギッチギチとした11月とは違う雰囲気はありましたか、日本。いや、なんかこの間の時も日本って緩いなと思ってたから、そうでした。あまり、それとあと最初今緩和って言っても、まず入国した後7日間家にいなきゃ、私の場合いなきゃいけなかったので、あまりまだ外に出歩いてないもんで、よく分かってないんですけど。あ、そうですか。そうか、その外国から入ってくる方は7日間はどこかでね、3回ワクチン打ってるといいんですよ、今はもう大丈夫なんですね。もちろん入ってきた時に全員ものすごいいろいろ検査されたりするんですよ、だけどそれが陰性だったら、それで3回ワクチン打ってるっていう条件を揃えれば、
あのそのままもう解放みたいな7日間はいらないけれどもと、うん、そうなんです、そうじゃないと、陰性でも7日間家、家にいろって言って、はい、でずっとアプリで監視されて、はい、結構大変なんですけど、以前はそのアプリがザルだみたいに当初ですよもともと言われてたんですが、今じゃきっちりやってるんですね。やってます、もうだいぶ前から、前の時もきっちりやってました、きっちりやってましたか、もう、本当に、顔出せって言ってビデオで顔出しもあるんですね。もちろんそうです。どこに、うん、どこにいるというか、あんた 本人かみたいなことですね、うんうん、はい、そうですか、はい、改めてお帰りなさい。ありがとうございます、はい、さて、今朝はですね、5時台川口満恵美さんにいろいろとお話を伺っていきます。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻5時10分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。おはようテラちゃん、時刻5時16分です。おはようテラちゃん、今朝5時台は、普段はドイツライプツィヒにいらっしゃいます作家の川口満恵美さんが今日本にお戻りで、この朝早いにもかかわらずですね、スタジオにお越しいただきました。それも桜色の素敵なお召し物なんですね。川口満恵美さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、それではですね、朝刊トップ5いきましょう。朝刊トップ5、3月29日火曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。読売新聞、停戦対面協議29日に。ロシアによるウクライナ侵攻をめぐる停戦協議で、ロシア代表団トップの大統領補佐官は、対面による次回の協議が29日に開催される見通しを示しました。トルコイスタンブールで開催されます。日本経済新聞、円急落、一時125円台。昨日の外国為替市場で対ドルの円相場は一時1ドル125円台と、2015年8月以来の円安水準に下落しました。日銀がこの日、強力な金利抑制策を初めて発動すると発表したことで、日米の金利差が一段と開くとの見方から円安が加速しています。産経新聞、成人18歳年金75歳開始も。新たな年度が始まる4月からは、さまざまな制度改正が行われます。成人年齢が18歳に引き下げられるほか、年金や働き方に関する制度も見直されます。朝日新聞、ドライブマイカー栄誉。アメリカ第94回アカデミー賞で、濱口竜介監督のドライブ・マイ・カーが国際長編映画賞を受賞しました。この賞での日本作品の受賞は2009年の送り人以来で2作目です。スポーツ日本、 KK の PL に並んだ大阪桐蔭。選抜高校野球です。大阪桐蔭が市立和歌山との準々決勝で1試合6ホームランをマークして17対0で大勝。桑田さんと清原さんの KK コンビを擁した PL 学園が84年に記録した春夏甲子園の1試合最多ホームランの記録に並びました。はい、以上朝刊トップ5でした。さて、川口満恵美さんにいろいろお話を聞いていきます。川口さん、今私5本このニュースを紹介しました、はい、朝刊トップ5ですが、はい、どれか気になるニュースっていうのはありましたか。成人18歳年金75歳っていうのですけれど、はい、まあ、成人18歳っていうのはドイツもみんな他の国割とそうなので、それはなんかそんなに違和感ないんですけれど、年金75歳ってこれすごいですね、はい、ドイツだと年金というのはざっくりどんな感じなんですかね。ね、ろ、ね、えっと
今ねどんどんやっぱり年金の開始年齢を遅くしていってますから、はい、だから、今ちょうど、年金もらい始めてる人が67歳ぐらいとかってなってるんですけれど、はあ、ちょっと75歳っていうのはかなり後ですよね、だって75歳って後期高齢者と呼ばれる年代ですよ ね、 あの昔の話ですけれど、はい、ビスマルクとかああいうそのまだあの、大戦の前、はい、前ずっと前の話ですけれど、社会保障の基礎をドイツが敷いたとかって言って、それはまあいいことだということで言われてるんですけど、当時の年金、その年金をもらえるっていうのはやっぱりね70何歳だったような、ちょっと私今記憶なんですけれど、それでね当時の平均年齢が40何歳だったはずなんですよ。だからその一応基礎は作っていいことなんだけれど、でも実際にそれっていうのは活用するにはあんまり現実的じゃなかったと、まあでもあのその理論っていうかそれだけは作ったことは良かったんだけれど、なんかそれに似てきた感じがしたんですよね、はい、今ね、そのだって寿命から考えてそのね、うん、高齢の開始だったらいや大体の人がそこまで生きてないでしょみたいなことですもんね。そう元気でね年金使いたいってみんな思ってるでしょうから、なんか、これじゃあれかなっていうふうに今ちらっと思ったんですけれど、はい、そこまででもお給料ちゃんともらえるんだったらっていうか、いい、ね、ずっとドイツの場合は必ずその年金の開始の年齢まで働くんですよね、はい、それ決まってるから、そこは間空いちゃうでしょ、日本の場合今だってまあ65、まあ、もちろんね仕事にもよりますけども、会社員だったらまあ原則60歳定年で65歳までがお給料下がっちゃうんですよね、まあ、そうなんですよね3分の1ぐらいだったりだとか、だからそれだとちょっとまずいんじゃないかしらと思うけど、そうです、ね、ちゃんとこうつながらないと、だけど75歳まで働けって言われてもちょっとみんな困るだろうし、いやそりゃそうですね、難しいですね、難しい、あとはですねアカデミー賞第94回、はいはい、浜口龍介監督のドライブマイカーが国際長編映画賞日本では、まあ、取ったとして盛り上がってるんですけども、これドイツ見るとですね、アカデミー賞の作曲賞ですか、作曲賞とあともう一つなんかね効果賞っていう、なんていうか効果賞、はい、音じゃなくて 目視覚の方の効果賞っていうのを同じ映画で取ったらしいんですよ、デューンですね、砂の惑星、それでなんか昨日の夜 の、 あのニュース、ドイツのニュース、はい、今ちょうど今朝私慌てて見てきたんですけれど、それでかなりの長い時間やってましたね、ドイツが 2個取ったって言って、確かに、だから先ほど朝日新聞の紹介してもね、アカデミー賞自体はコーダ愛の歌作品賞っていうのが一番メインって言われてますから、ただ日本ではやっぱりドライブマイカーが、この国際長編映画賞を受賞した、ドイツはドイツでその効果賞と作曲賞、これを2つ取ったっていうんでね、でこのデューン砂の惑星のこの作曲賞を取った方が、はい、ハンス・ジマーさんって方なんですか、そうですね、みたいですね、ハンス・チマー、ハンス・チマーさん、失礼しました、いやこれはだからドイツ行けば2つ取ったぞっていう、これで盛り上がってるってことなんですね、そう一応そんな感じでした、ニュースの見た感じでは、まあ、いずこも一緒ですねそうですね、まあ、これで作品賞を取れればもうね、言うことなしなんでしょうけども、まあ、いろんな今手元に資料があって見ますけれども、見てますけれども、いろんな部門がありました、音響撮影ね、短編ドキュメンタリー映画だとか、視覚効果賞ありました、ありました、デューン砂の惑星、はいはい、ここでドイツがもう一つ取ったということなんですね、はい、はい、まあ、いずれにしてもそのウクライナ、ロシアによるウクライナ侵攻がある中で、まあ、こうやってこの何かこう芸術に触れるっていうかね、文化芸術に触れる、はい、ほっとしますね、まあそうですね、さてあとはですね、先ほどこの長官トップ5でもお伝えしましたけども、その今日にも、まあ、日本時間でいうと29日ですから今日なんですけれども、このロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐって双方の対面での停戦交渉、トルコのイスタンブールで29日にも行われる予定です。でウクライナのゼレンスキー大統領は、この NATO への加盟、これを法的に認めさせない中立化、これを要求していますけれども、まあ、それがだから今回のポイントとしては、
ロシアがどのくらいこの軟化柔軟に対応し始めるのかっていうところが一つのポイントなんていうふうに言われてるわけなんですけども、うん、まあ、このあたりは話し合ってみなければ分かりませんね。そうですよね。でもエルドアンがあの大統領がこれ温度取るわけですよね。いや大したもんですね。いやそうですね。あ、いや誰がやるかってずっと言ってたじゃないですか、はい、これエルドアンに決まったんですね、まあ、近いし、そうですね。でまたこの関係が、NATO にトルコは入ってますし、はい、でだけれどもこのロシアからその武器のやり取りがあったりだとか、昔からこのロシアとは仲が悪いわけじゃないし、うん、というような、まあ、そんなところでこの仲介役を買って出たようですよね。そうですね。でもちょっと話変わりますけれども、川口真恵美さんがあの暮らしていらっしゃいますドイツのショルツ首相も結構強硬ですよね、はい、強硬に転じましたね。まあ、そういうふうに日本では報道されてますけれど、あの 軍事費にお金使うとかそういうことですよね。そうですね。でも、まあそれ使うことは使うんですけど、今までちょっと出してなかったですからね、はい、というかお金持ってる国なんだけど、2% GDP の 2% 使えって言われたらグズ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 言ってもずっと使わなかったし、はい、いやそれまあ、 あの修正するのはいいんでしょうけれど、だけど本当にあのこう安全保障をがっちりやるようになるかどうかっていうのは国民の気持ち次第ですから、私国民の気持ちはね、あそこもう平和ボケかなり日本と同じですから、本当に平和ボケしてますから、もうあの戦争なんか悪いこと、もちろん悪いことなんですけれど、まさか武器を持って戦わないってとんでもないって思ってる人たちがほとんどだから、国民の感情がそこまで安全保障という方に行くかどうかっていうのは私はちょっと疑問だと思ってます。そうですか、これは貴重なお話でして、いやてっきりだからあの、まあね、日本はそう今川口真恵美さんがおっしゃったように、まあ、そういうふうに見られてんだろうなみたいな。でもドイツもじゃあ同じ、ドイツと、ね、日本って今まではね、はい、私ね似てるようで似てないんだという主張してきたんですけど、でもこの最近ねもうめちゃくちゃ似てるなと思うことが多いですね。そうですか。ってことはその、はい、まあ、ドイツの場合だったら2度のこの戦争というか大戦で、もうとにかく戦争はダメなんだ、いけないんだと、だから、この、まあ、先ほどグズグズというかですね、そういうこの態度を取ってでも、その、まあ、戦争というかその紛争国にもその協力はしたくないんだっていうスタンスでいたんですよ ね、お金を出さなかったのは、それはもうね軍国主義とか軍事っていうのは良くないものだっていうのがあるのと、それともう一つはね、もう商売の方がいいからそんなところにお金使いたくなかったっていうのもあると思うんですけれど、その軍国主義を否定するっていうのはもう教育から何からでも絶対絶対にその例えば体育の時間にピチッと並ぶ整列するとか、もうましてや行進なんて一回もしたことがない人たちばっかりなんですよ。そうです。絶対そういうのってちょっとなんとなく軍国主義を思い出させるからやらないんですよね、そういうふうな国だから、もうとてもじゃないけどあの軍隊ありますけれど、あれはもう戦争好きの輩が行くとこだみたいに思ってて、そうですか。そういう感じですか。でも今回このウクライナロシアの侵攻によってよく言われたのがこのネオナチだとかね、このナチスって言葉バンバン出てきてた、それに対してこのドイツの国民の方々っていうのはもう耳塞いでたって状況なんですかね。わあ出ちゃった、このナチスって言葉が出ちゃった、ネオナチとかはもう聞きたくないなっていうような、というかそれはもう断固として、許しちゃいけないみたいな、そういう感じですね。だから今、ウクライナのことでドイツ人が夢中になってるというか一生懸命やってるのは、難民を入れて、保護しましょうっていう方が、そっちがやっぱり自分たちのなんか一番こうやりたいことっていうか、これをやってれば間違いないっていうか、自分たちは人道を重んじる国民なんだっていうことをね、強調できますから、で本当に心から本当に助けてあげようって思ってる人たちがほとんどで、軍事をどうのこうのって思ってるよりもそっちですね。あ、そうですか、とそのショルツ首相、まあ、政権ですよね、政府は今この転換をして、まあ、それまでのこの体制を変えて、まあ、例えば、でも一方ではその国民はまたそこまでついてきてないって
ていう。私はついてきてないと思います。ただね、今本当にお金でケチってましたから、はい、軍用機の戦闘機とかも飛ばないし、はい、戦車は壊れてるし、今戦争が起こったらもう本当大変だよっていうことはみんな分かってきたから、いやそこら辺はやっぱりもうちょっとちゃんとしておくべきだっていうところまでは言ってると思うけれど、だからそれによってその次ですよね、自分たちがどこ NATO の一員として戦争に参加積極的に参加すべきみたいな事態になったら、はい、おそらく戦争は良くない反対だっていうふうにいつもなりますよね。派兵するたんびに大騒ぎになりますから、それがまた出ると思います。だからあんまり変わってないと思います、そうですか。じゃあ今回のこのウクライナ問題にで、まあ、政府は変わったんだけれども、国民今何かこう投票みたいなものをしても、あんまり変わってない、変わってないと思います。意識としてはやっぱり平和主義だと思いますね、それはもうずっと変わらない感じですか、だから平和を守るために戦うこともあるんだとかって一応頭の中では分かるかもしれないけれど、まあ、日本のあれと同じですよやっぱり、でもそうなんですね、まあ、ただその日本の、まあ、でも日本だと同じ危険がある危機があるわけですけれども、陸続きっていうこの危険ですよね。だってウクライナから例えば日本に例えると沖縄とか北海道ぐらいの距離ですよね。そうです、で今なんかほら怖がらせるニュースって結構みんなドイツ多いから、だから核が飛んでくるかもしれないとかね、ミサイルで、だからそういうのを言うとみんなすごくこう、まあ、こ怖いっていうか、危機感はちょっと出てきたと思ってますけれど、でもその後がこうなんか繋がらないですよね。そうなんですね、今そうするとドイツのニュースというとやはりこのウクライナ問題がもちろんかなりの部分占めてますけど、それ以外のニュースってとどんなニュースが扱われてるんですか ね、これまではね、とにかくねコロナだったのが、今突然ウクライナってなってて、それ以外のニュースはあまりなんでしょうね、今ちょっと思いつかないんですけれど、まあ、つい最近だったらこのねアカデミー賞だとか、それは、まあ、そういったところなんでしょうね、きっとね、いやもう少しはあると思うんですけれど、ちょっとごめんなさい、まあ、あとはストライキだとかね、そういうニュースがあるんでしょうがね、はい、川口さんまた後ほどお話聞かせてください、ありがとうございます。時刻5時31分です。おはよう、テラちゃん。時刻5時36分です。今朝はこの5時台ですね。普段はドイツライプツヒにお住まいの作家の川口万恵美さんですが、現在ですね、日本にお戻りです。今朝は早い中ですね、スタジオにお越しいただいております川口万恵美さんです。改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、それではですね、川口さんにここからですね、伺うテーマはこちらにします。ロシアに依存、ドイツのエネルギー政策が向かう先。日本では4月1日、もうすぐですね、食品、あと定番のおやつとか、紙おむつまで幅広い商品の価格が引き上げられます。ロシアによるウクライナのこの軍事侵攻を受けて、原油ですとか小麦の供給不安への懸念、これが高まっていることも一つの理由です。ドイツは川口さん、この物価の高騰ってのは今どんな感じなんですか？もう去年から始まってますから、もうスーパーとかに行くとかなりのものが高くなったなっていう感じだったんですね。でインフレが去年が 5.何%って言われてて、どんどん進んでる感じですから、いやこれは一番もう突出して高くなっているのはエネルギー関係ですけれど、ちょっと大変なことになるかなと思いますね。そうですか、そのドイツの方々ってのはこんなに上がってみたいな、例えばデモをするとかそういう反発はありませんか？デモは
まだしてないんですけれど、それに関しては、だけれど、まあ、あの困ってることは確かですよね、だってガソリン代がすごいですからね。そうですね、ドイツはもう日本よりも、まあ、日本も田舎行くとガソリンっていうか車ないと困る生活っていうのもありますけれど、ドイツはもうほとんどのところで車がもう贅沢品じゃないですからね、必需品ですから、だからすごくあのもうこのショックはすごいと思います。これからもっと上がるって言われてるから、戦々恐々ですよね。そうですね、あの昨日私ですね、この浜松町界隈のガソリンスタンド、まあ、これレギュラー今何あの1リットルいくらかなと思って見たらですね、まあ、これ場所によってもちろん違うんですけども、この、まあ、都心というか浜松町界隈1リットル181円、これ高いです。八王子だと166円ぐらいでしたから、だからお高いななんて思ってましたけど、川口さんがおっしゃってるこのドイツのこのガソリンの高さってこんなもんじゃないんですね。こんなもんじゃないです。日本円にしたらもう270円超えてると、もっと300円近くいってるんじゃないかしらと思うんですけれど、あのこれも場所によりますけどね、だからあの1ユーロ20とかだったのが、今もう2ユーロも超えてますし、でこれからまだ分かりませんからね、どうなるか。そうですね、これだから今ガソリンが、まあ、日本でいうと270円超えてるというお話、その光熱費、その他の光熱費もだから上がってるんですもんね。上がってます。どこ電気代もガス代も全部上がってるし、まあ、ガスで発電使ってるっていうのもあるし、ガスを直接暖房に使ってますから、多くの家庭では、なんかねドイツの世帯の半分はガスで暖房してるらしいんですね。でも電気でしてるところにせよ、あの石油っていうか油でしてるところにせよ、まあ、どれかなんですけれど、全部結局上がってますから、だからすごいですよね、電気代の上がり方がすごいですね。そうなんで、電気代がそうなんですね、でこのエネルギー大国の一つと言われるロシアのウクライナ侵攻です。世界のエネルギー価格にも影響を及ぼしているということなんですけども、あのこれ連日言われてますが、ドイツはエネルギーの面で、これまでかなりロシアに依存して、まあ、正確に言えばいたわけですね。今でもしてますよ。今でもそうですか。だってそれ取ったらもう、あの産業瓦解しますから。はあ、そうか、産業ですよね。だから依存、もうかなりなんてもうどっぷり かなりどっぷりですね。はい、だからドイツが輸入してるロシアのガスの、ロシアシェアはもう 55% 超えてるわけで、で原油も 34%、 石炭がまた 45% ってすごいんですよね。でドイツ石炭これからやめていこうと思って、でそうするとガスにその変えるというつもりだったから、であの新しいあのパイプラインをもうすぐあのもうできてますから、それをそうですね、それをあの運回しようと思ってたんですけれど、もしあれ運回してたら、ロシアシェア 70% 超えてましたよね。そういう感じなんです。でね、シェアだけで見たら、もっと例えば東欧の国なんかはもともとソ連からの、あのガス入れてましたから、シェアの率は高いんですけれど、例えばあのハンガリーなんて 90% 以上のシェアなんですけれど、だけれどシェアだけ見ても分かんないっていうのは、ハンガリーとか東欧の国っていうのはやっぱり安全保障の考えがすごくはっきりしてるから、だからあんまり依存しては困るからって言ってガスの総量自体を減らしてたわけですよ。だから総量が減ってれば 90% って言ったって、そんなあのその他に変えることが、まあ、容易ですよね。でもドイツの場合は経済大国ですから、そこで総量がものすごい多い上に 55% だから、こんなガスなんて突然、ね、他のところから入れようと思っても無理なんですよ。ガスの場合はあの石油とか石炭だったらまだね、他のところから入れるってことが可能なんですけれど、ガスの場合はもしロシアをやめたらですね、
その次に多いのがノルウェーなんですけれども、はい、ノルウェーのガス多分高いと思うんですけれど、30% ぐらいのシェアあるんですけれど、はい、突然倍にしてくれって言ったってそんな生産すぐに増やせないかもしれないし、ね、まずパイプラインのキャパシティがそんな突然増やせないですよね、はい、だから無理で、じゃ あの LNG って言ってあの液体にした日本が買ってるやつですけれど、はい、ああいうの入れようと思うとまずあのロシアで直接パイプラインで入れてるのの値段の5倍ぐらいになるっていうのもあるし、それからあれは元、はい、あのその液体で入れてるのを、その基地を作ってそれでまた機体に変えなきゃいけないわけですよね、はい、その基地をドイツだけは一機も持ってなかったんです。だからあんな安いものが入るのにそんなところに投資する人がいないわけですよ。だから誰も作ってなくて、今慌てて2機作るって言ってるけど今頃作ったってすぐできるわけじゃないから、だから LNG も他の国で陸揚げしてもらって、それを引っ張ってくるしかないわけですよね、だからもうとてもじゃないけど今ロシアのガスをあのボイコットするなんて口では言ってますけど、そのうち2年したらもうあのいらなくなるんだと言ってるんですけど、そんなのできるかなというのが私の感想ですけれどね、もう今まさに川口さんのお話だそうだったんだと思ったのが、このお手元のニュースによると、まあ、ドイツのエネルギーのロシア依存を減らしていくと、まあ、先ほど川口さんおっしゃったように天然ガス55で石炭が45石油が35ぐらい、それを天然ガスを40にもうしてるし石炭も25ぐらいになってるし、石油も25ぐらいになってる、で2024年2年後までにはロシア依存を脱するぞっていうふうに言ってるんですけど、うん、まあ、そんな簡単にね今川口さんのお話聞いてもいかないだろうな、難しいと思いますよ絶対に、これは高くなるしね、今まで安かったんですよ、だって生ガス入れてるんですから、だって液体にしたり気体にしたりしたらそれの基地のお金だけだってすごいかかりますからね、はい、手間暇かけてないね、生もそのままですもんね、そうです、それでもうガンガンあの工業製品作って輸出して、はい、でもうあの EU の独り勝ちとか言われてたわけですけれど、それが景気悪くなったら、まあ、あの使用量も減るから少しはあの減らせるのかもしれないけど、それって 目標としては反対ですもんね、景気悪くするなんてね。でも川口さん改めて考えると、その国というのは安全保障とエネルギーっていうのはしっかりしとかなきゃダメだっていうのが今回分かりましたね。そうでしょう、だからね、本当はこれって今までの16年間のメルケル政権の、もうエネルギー政策の完璧な大失敗が今露呈しただけの話ですよね、だから今あの上がってるのはプーチン大統領のせいみたいに一生懸命政府言ってますけど、私はもうプーチンが戦争を始める前からもう上がってたんですから、これはなんで上がったかというと、あの一生懸命こうあの石炭減らして、ドイツの場合は原子力も減らして、あの発電ですけどね、それであの再生可能エネルギーをどんどん増やしてっていう無理なことをしてたわけじゃないですか、でその再エネで、まあ、頼りになるのは風なんですけれど、去年風があんまり吹かなかったから風力発電、そうだから、そうするとどうしてもガスの方に需要が集中しちゃうわけですよ、であとアメリカなんかももう石炭とか、そのバイデン大統領になった途端に、あの環境に悪いからって言ってやめるやめろって言って締め付けてましたよね、だから世界中で天然ガスにあの需要が集中してたから、もうちょっとでも需要が伸びればもうあの逼迫するっていう、もう基礎はできてたわけですよね、だからあのプーチン大統領がその戦争でそれを加速させたっていうのは確かですけれど、彼が原因で起こってることじゃないんだけれど、一生懸命その、ね、責任を押し付けようとしてるような気はしますけどね、ですからちょっと前からこの脱炭素っていうところから、そのエネルギーってもののバランスが崩れ始めたんですね。完璧にそうだと私は思ってますけれどね、はい、ま、無理にやりすぎてますよね、まあ、それで例えばロシアみたいに強気に出て、まあ、ヨーロッパ、ね、まあ、言ってしまえばある程度ロシアがエネルギー握ってるんだから、そう強くは出てこられないだろうっていうような、まあ、そういう判断の一つになるわけですもんね。なりますよね、で、まあ、ドイツその
今 EU なんかも、はい、もうロシアからのボイコットしろって一生懸命言ってますけど、これもね私ね自分たちもそんなにすぐできないと思うんだけど、一番それで困るのはドイツですよね。で今までドイツにいろんなことなんか牛耳られてたっていう恨みみたいなのも結構 EU の国々は持ってますから、今これ言うとドイツ困るから立場弱くなるじゃないですか、だからもうあのドイツだけがいやそれはできませんって言ってるわけですからね、産業を壊すから、だからそれはあのドイツこれを 見よがしに言ってるところも結構あると私は見てますけど、でもこれ、まあ、もちろんドイツだけの問題じゃありませんけれども、そのドイツは今後、まあ、その風力っていう今お話出ましたけれども、原発も減らしてですね石炭も減らしてっていう、だけどこういう状況になったらここからどう立て直していくっていうふうに考えてるんですかね。いやそれがね、すごく不思議なんですけど、今申しましたみたいにこの原因っていうのは再エネを増やしすぎちゃって、それでバランスが崩れてるわけですよね、それなのになんか今あの緑の党の経済大臣、経済気候保護大臣っていうんですけど、正確にはその人がの打開策として修正案っていうんですかね、出してきたのがもっと再エネを増やそうっていうんですよね。再生エネルギーを、それで今までだったらもうね、風力ってね、風車が3万本以上立ってるんですよ、ドイツって、もうどこ見てもね北の方行くと風車がいっぱい見えるんですけれど、それででもそれだけ立てても風が吹かなかったらダメだったっていうのが証明されたわけじゃないですか、それなのになんか懲りずにこれからもっと増やそうって言って、それで今だと、国土の 0.5% に風車が立ってるらしいんですけれど、これを 2% まで増やすって言ってるんですよね、でもそれってなんか大丈夫なのって思うんですけれど、なんかもうねそっちに、突き進んでいくみたいな感じで今のところ緑の党は言って、その大臣は言ってますね、だけどこれがまあ本当にそうなるかどうかっていうのはこれからなんでしょうけどね、まあ、これフランスなんか見れば原発じゃないですか、でドイツでまた再びこの原発の方がいいんじゃないのっていうようなこの意見っていうのは、いやそれはね前から出てたけど、それがあの全然こう取り上げられなかっただけなんですよね。で今回またそういう声は出てるんですけれど、それどころかその経済大臣自体が一時あのやっぱりそれもあの視野に入れるべきだみたいなことをちらっと言ったんですよ、言ったけど結局今のところ政府としてはそれはないと、で今3期残ってるだけなんですよね、長いことかけて今年の終わりで全部全廃するってことになってますから、で3期残ってるの今年の終わりにやっぱり予定通り止めるって言ってるんですよ。去年の暮れにそのやっぱり3期止めたんですけど、その時さえねもうすでにガスが逼迫してもう値上がりが始まってたから、なんであれ止めるのはちょっとおかしいんじゃないかなってみんな思った人も多いと思うんですけれど、今年はそれでも止めるって言ってますから、でその止める理由なんですけれど、やっぱりなんかねああいう大きなものをね止めるには何年もかかってそれに対して用意をしてるわけですよね、だから突然やっぱりやってちょうだいって言われても、もう技術者はいないし、それからあとまあいろんな投資の問題とかもお金の問題があるし、そんなことはねできないって言って電力会社がなんかもう鼻でせせら笑うようにあのもう拒否したんですよね、ただまあものすごいお金積んだりするとやるのかもしれませんけれど、あとね EU との約束事みたいなのもエネルギー政策って EU で、あの組んでやってるところもあるから、勝手にやめて勝手にまたやるなんてことはね許されないみたいなところもあるのかもしれないし、問題はやっぱり多いからそんな簡単にあの やるってことは難しいみたいですね、まあ、この EU という括り、まあ、過去はですねこのユーロという統一通貨にして、先ほど川口さんもおっしゃってたこのドイツ、まあ、あの産業というか経済的には独り勝ちみたいに言われてましたけども、やはりエネルギーに関してもこの EU という括りがあるからおいそれと一国だけ決めてやめてとかそういうことができないんですね。それをやったのがドイツですよね。あの時にあの福島の後に勝手に、突然、あのやめると言って、それでどんどんあの再エネ増やして、増やしすぎると今度できすぎちゃった時に隣の国に迷惑かけるわけですよ、そうやってもう買ってもらわないとパンクしちゃいますから、そうすると停電になっちゃったりするから、いっ
ぱいできると他の国に買ってもらって、はい、買ってくれなかったお金つけてまで出してっていうことをして保護するわけですよね、はい、送電線を、であと水と同じでもう嫌だって言っても染み出してっちゃうっていうか、その入っちゃう。でチェコだとかオーストリアなんかは、もうそれが入ってこないような機械を、ね、つけたぐらいなんです。でその機械の、ね、お金を、ね、ドイツに、ね、請求したりとかしてたんですよ。そうですか。そうするとドイツはそれっていうのはこのヨーロッパの電力統合を、ね、阻止する、ね、悪い動きだとかってやってね、もうね、もう裏で喧嘩ずっとしてたんですよね、だから今みんなねそれ見たことかって思ってるところもね多分あると思うんですよね、うん、今の川口さんのお話で先日ですね16日に宮城と福島で震度6強の地震があって、はい、あの時も、まあ、自動的にこの発電所を守るために停電する場所があったって、うん、まさにその需給のバランス、これが大事だから、ドイツもだから作りすぎちゃったらどっかに流すしかなかったっていうことなんですね。ですからこうやってこのエネルギーっていうのを考えて、今一方ではその、まあ、ロシアのこのエネルギーからは脱しようとしている、じゃあその足りない分どうするんだっていった時にアメリカがこれシェールってものがありますから、これなんとかするとか言ってますけど急には無理ですもんね。急には無理ですし、だからそのそうですね、でもそこから、まあ、いずれは変わっていくことになると思うんですけれど、ドイツはだからまた水素のあれが できるまでとか、水素エネルギーが完成するまでって言って、なんかあたかもあさってできるみたいに言ってますけれど、なかなかそれも難しい、採算がね合わせるのは難しいものだから、大変だと思いますよ、いろいろ。ということは今後そのエネルギー価格、ドイツですけどもしばらくは高いまま、いやもうそうですよね、大変だと。それに対して例えば政府が補助金だとかそういうのは出すという発言はありますか？もう今ね収入の少ない家庭には出すっていうことが決まってますし、あとガソリンとディーゼルには、はい、すごくたくさん税金がかかってるんですけれど、それを少し引き下げましたね、でも、まあ、焼け石に水みたいな感じですけどね、まあ、ですからこの2050年日本でもですね温暖化が排出量実質ゼロにするって目標は立ててるんですけども、この途中でいろんな問題がこの絡み合って、そうですよ、だから最初、それでね、はい、政府は、まあ、日本もどこもそうですけれど、それをやることが景気が良くなるんだとか儲かるんだって言ってるけれど、はい、本当に儲かるんだったら、そんなこと言われなくたって企業ってやるじゃないですか、それをこんだけ苦労してなかなかできないというのはやっぱりね採算が合わないんですよね、無理やりですよ、力づくですよね今ねやってることがね、はい、川口さんもうしばらくお話聞かせてください、よろしくお願いいたします、時刻5時55分です、今外がですねグレーに変わってきてますね。そしてただいま時刻5時56分になりました。この時間クレー556のクレー工業がお送りしています。今朝はスタジオに、普段ですとドイツですねライプツヒにいらっしゃいます川口マン恵美さん、今日本にご滞在なのでスタジオにお越しいただきました。川口さんもう少しだけお話聞かせてください。はい、よろしくお願いします。もう川口さんにいろいろお話聞きたいことがあって、ぜひともこの日本の話もちょっとだけ聞かせていただきたいんですけども、今話出ましたが2050年温暖化ガスの排出量実質ゼロにするこの国の目標に合わせてですね、地方自治体脱炭素の取り組みというのを加速させてます、まあ、先ほどこのドイツでは、風力発電のこのね、風車が3万本以上立ってるというふうに言ってますけども、これ日本はそうするとこのどうしていけばいいかってことなんですね。本当これは本当にこんな目標を立てちゃって、それ地に一生懸命進んでいって、そのうちヨーロッパなんかはこれやっぱりできないわって言って、はい、なんか方向転換する可能性は私は高いと思うんですよね、その時に日本ってなんかこういつもこう尻馬に乗って行っちゃって、であとはしご外されてみたいなことになりがちですよね、だからねあまりね国益にね沿わないことはねやらない方がいいと思いますよ、はい、でなんかおかしいなと思ったことってね必ずおかしいんですよ、はあはあ、だから勘をなんか頼りにして、日本人のそのね知恵と勘で、あ
まり変だなちょっとって思うことはよく考えた方がいいなというのが私の意見です、はい。まあ、確かに今川口さんおっしゃったみたいに日本一回決めるとガッチガチで進んできますもんね。そうですよね、ものすごく真面目にやるでしょ、はい、なんかヨーロッパなんてそんなしょっちゅう規則変えるし、はい、なんかスポーツでもそうじゃないですか。そうなんですよねあれ日本優勝してから変えるそこみたいなねそう、だから気をつけないとダメですね。そうですね、はい、っていうことはまあ全てで今川口さん意味軸もおっしゃいました国益なんですもんね、うん、そうです。日本は日本の国益を考えるってことなんですよね。そうですよ、だからウクライナのことだって、なんかもうちょっと日本はどうなのっていうのを考えなきゃいけないのに、はい、もうただなんかね向こうヨーロッパがこうしたらじゃあ私たちもこうしましょうみたいなそういう感じですよね、はい、ちょっとそれはすごく物足りないんですけれど私は、ね、もっと諸外国はしたたかでもちろん国益だけを考えるとは言いませんけども、うん、でも国が弱くなっちゃったらなんか人の国を助けるとか、人権を守るとかもできないじゃないですか、はい、確かに日本の少なくともこのエネルギーだとか経済が強くなければね、うん、余力がないわけだからそうですっていうところですね、はいはい、今朝は川口萬恵美さんにお話を伺いました。川口さんありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まもなく6時です。